嵐、櫻井翔、極秘のオンオフ服のこだわりを激白も、よみがえるベトナム婚前旅行文春砲マルクビタンクトップ騒動。9月1日深夜、嵐の櫻井翔、39、が MC を務めるラグビー番組ワンラグビー、日本テレビ系、が放送された。この日の放送では、東京サントリーサンゴリアスに所属し、今年6月にラグビー日本代表としてテストマッチデビューを果たした斉藤直人選手、24、がゲスト出演。斉藤選手は番組終盤、櫻井に対してオンとオフの切り替えが苦手とした上で、櫻井さんは、仕事とプライベートをどうやって切り替えているんですか？という質問をした。それに対し櫻井は、本当はテレビで言いたくないんですけどとしつつ、洋服とかでオンとオフの気分が変わることって多いと思う。最近網でしたのが、オンの時は V ネック、オフが丸首ですと、仕事とプライベートでのトップスの首周りの切り替えについて語りました。女性指揮者。そんな櫻井とファッションといえば、かつて放送されていた嵐の番組秘密の嵐ちゃん、TBSK で見せたグレーのパーカーを2枚着用するダブルパーカーをはじめ、迷彩好きなど、私服のセンスについていじられる時がある。私服のセンスがあまり良くないと言われる櫻井ですから、ファッションの話はあまりしたくなかったのかもしれませんね。それでもしっかり、真面目な服装のこだわりを話したわけですが、プライベートでの丸首に関しては、櫻井には苦い過去がありますよね。前道。婚前旅行報道なのに私服の方に熱視線。2020年1月発売の週刊文春、文藝春秋、で櫻井は、交際中の一般女性エイコさんとのベトナム婚前旅行が報じられ、現地、ベトナム、ダナンのホテルでの、グレーのタンクトップとトップスと近い色にまみえるショートパンツを履いて自転車を漕いでいる写真を掲載されている。この時の櫻井のタンクトップは、当然ながら丸首で、腹部に72と白地の数字が大きく入っているダルダルのものだった。嵐が活動休止する年の1月に報じられた櫻井の海外婚前旅行報道。多くの人に衝撃を与える報道だったにもかかわらず、熱愛以上に衝撃のダサさ。そう変わらずダサい服で IOC。 それにしても翔くん、私服ダサい、もっといいお洋服買えるでしょ、など、婚前旅行の件よりも、私服のセンスについて SNS などで多数の人から突っ込まれてしまったんです。中にはタンクトップ姿で自転車を漕ぐ櫻井の画像を切り取って、アイコンのようにしておふざけに使われてしまう散々な事態でした。前出の女性指揮者。今回のワンラグビーで櫻井が語ったこだわりについては、翔くんらしい。今後チェックさせていただきます。私どもは基本的にオンの翔くんしか見れないと思うけど、いいよいいよ、そういうの好きだよといった反応がネットには寄せられている。今回話したこだわりについて、ダサいといった声は飛んでいないようです。ただ、オンとオフの切り替え、V ネックと丸首について話してしまったので、今後また、ファンから首元に熱い視線が注がれることになるかもしれませんね。前道。これから櫻井を見るときは、首元のチェックが欠かせない。